今日はこちらのね器にアレンジをしていきます。そして2週間持つアレンジメントを作ります。今日はね盛りだくさんなんです。はい、では実際に刺していきます。まずこのモンステラですね。このモンステラをこちらの器に、まあ、このぐらいのねステム短くして、短くステムを切って、この一番端からですね、このような感じで刺します。もうこれでファンデーションはほぼ終わりました。もう一発で終わっちゃうんです。そしてこのモンステラっていうのはここにねいっぱい穴が開いてますね。ここにいっぱい穴が開いてるんですよ。この穴からいろいろと刺せるんです。じゃあやってみましょう。今回は2週間持つアレンジということで、このギガンジウムを使っていきます。2週間持つアレンジメントは何が一番大事かっていうと、やっぱりね火災チョイスが大事ですね。2週間持つ火災っていうのはなかなかありません。まあギガンジウムとかアンスリウムとかユリとかね、まあ、あとはラン類ですかね。それからグズマニアとか、まあいうアナナス系の種類の花はよく持ちます。ただユリはね嫌っていう人が結構多いんですよ。僕はユリ大好きなんですけど、でユリ大好きな人ももちろんいますけど、なんか匂いが嫌っていう人は結構いるんで、その辺は気をつけた方がいいです。今回はだからユリを使わないでいきましょう。ではギガンを刺していきます。でその時にこうギガンジウムの高さを同じしないように気をつけてください。このドラセナを入れていきます。でドラセナはここの間をねこうラインを入れていくんですけど、まあその時に、まあ、月枝でうまく使えるのがあればいいんですけど、まあ両側にこう広がっていくのはちょっとかっこよくないので、こっちが反対って半面だけ切っちゃいます。まあ、要するにこう片側だけに葉っぱがついているような状態にして、でこうやってこの葉っぱを少しこう癖をつけていきますね。はい、こちらでドラサナが入れ終わりました。だいぶこうワーキングができてきましたよね。でこの辺はホチキスで丸めたのを入れています。では次にアンスリウムを入れていきましょう。これでね色づきがかなりできてきますね。はい、アンスリウムが入れ終わりました。次にこの間にこのルリダマアザミじゃなくてベッチズブルを入れていきます。ルリダマよりもベッチの方が色が出てます。僕はベッチが大好きです。はい、ベッチズブルが入れ終わりました。はい、では最後にこちらのモンステラを入れてもうワンアクセントを入れていきます。はい、こちらで完成です。では塗っていきましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こちらのアレンジのこの飾りだったら
2週間は確実に入れます、なのでぜひねこうすごく長期間で持たせたいという方はこの花材でアレンジしてみるといいかもしれません、ではねまた次回お会いしましょう。 See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてくださるか、スマートフォンなんかの方は下のリンクからチャンネル登録をしていただくことができますので、ぜひよろしくお願いします。では一人でも多くの方のチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いします。